夫の足跡を追って北海道に移り住み仏師になります。以来30年以上にわたりひたすら仏像を彫ってきました。おお、あの中でやってたのよ。一般の人が容易には近づけない場所。この上で円空は仏像を彫っていました。鎖を頼りに登っていきます。一歩間違えば命を落としかねません。ようやく登りきりました。おお、言葉がない。こういうところで朝晩暮らしてると太陽さんが上がるだけでも嬉しいし、少量の水でも嬉しいし、少量のお米でも嬉しいんですよね。だから厳しいところに自分の身を置くことによって優しい心になれる、より優しい心になれる、より優しい仏像が彫れる。自然が厳しいから、厳しければ厳しいほど人は優しくなれますからね。円空さんは厳しい修行をしたから、あの優しい穏やかな仏さんが彫れたというふうに思いますよね。現在全国で見つかっている円空の仏像は5300体余り。その多くは京や江戸の大寺院ではなく、山あいの集落や漁村に残されています。円空が旅していた江戸時代の初め、幕府はキリスト教を排除する宗教政策を打ち出します。全国の寺院に民衆すべての信仰を調べるよう命じた宗門改めです。人々は仏教徒であることを示すため、相次いで寺の檀家になっていきました。さらに幕府は地方の小さな寺を都の大寺院の傘下に収めます。寺院は政治の場と化していきました。円空が北海道の次に遊行の地として向かったのが青森でした。弘前大学で日本美術史を研究する須藤博俊さん、東北に残された仏像から円空の足取りに特徴があることに気づきました。弘前市の中心部から車で25分、田舎館村の観音堂。昔から地元の人たちの手で大切に祀られてきた11面観音像です。円空がこの地を訪れた頃、幕府の宗教政策は地方にも広がっていました。田舎の小さな寺や仏像は次々と藩の中心である弘前城下へと移されていったのです。藩が最初に行った宗教政策が、藩内の各地にあった寺々を弘前城下に集めると、弘前へ移ってしまう。
そうすると村々の人からするとそこにあった寺がなくなってしまいます。円空の仏像が残されていたのは多くが城下から離れた場所でした。それは城下に移された寺が元あった地域とほぼ重なります。寺の移設はその地域の人々にとって祈りの場を失うことでした。円空はあえてそのような地域をめぐり、すがる仏を失った人たちのために仏像を彫ったのではないか、須藤さんはそう考えています。拝む人の祈りを気持ちを反映させるものとして、その人たちが悲しければ癒してくれる、あるいは励ましてほしければ叱りつけてくれる、そういうようなそのストレートな宗教的な感情を反映させる鏡のような役割を果たすものとして仏像が機能する、この青森と北海道で円空はそういう現場に立ち会って自分がそういうことをできるという喜びを感じて、もう面白くて面白くてしょうがなくて思ってたんだろうという気がしますよね。北海道東北を巡った後、円空は突如奇妙な仏像を彫り始めます。45歳の時に彫った護法神です。荒削りなのみの跡、ゴツゴツとした木肌がむき出しになっています。それまでの微笑みをたたえた仏像と違い、どことなく怖さを感じさせます。ここから円空はさまざまな形の護法神を彫っていきます。護法神とは本来阿修羅や毘沙門天など仏の世界を守る守護神たちのことで、それぞれ決まった姿をした仏像でした。しかし円空はそれとは全く違う形をした仏像を刻み、護法神と名付けたのです。この自由であまりにも枠にとらわれない仏の姿、それは日本の仏像史に革命をもたらすものだったと指摘する人がいます。まあ、従来のそれまでの仏像っていうのは、まあ発注者がいてそれに応えて専門の仏師が形を作っていくものであって、それを踏まえるからこそその、ちゃんとした仏像だっていうふうに認められるってことがきっとあったと思います。円空の場合はそこがこう180度違っていて、自分のその感覚というか自然から受け取ったインスピレーション、そういったものをそのまま出すことができたわけで、それはそれまでの仏像とは全く違う存在なわけですね。まあ、仏は慈悲にあふれた存在と言っていいだろうと思いますけども、まあ、神、日本古来の神というのは、まあ、時にはたたることもあれば非常にある面怖い部分もある。円空が自分の体験として自然からこう汲み取った聖なる形、それをこう何のその邪念もなく形にしていった、そこが円空の凄さだろうと思うし、そこが現代の我々から見ても感動を受ける、そういう理由なんじゃないのかなっていうふうには思いますね。